2区、混戦の2集団を抜け出したのは東洋の服部勇馬と山梨学院宮城。さあ、2位が再び変わるかもしれません。勇馬は一度は宮城に抜かれたが再び追いつく。並ぶかどうか、今並んで前に出るか。さあ、ここで宮城はどうする。宮城はついていく、横に並ぶ。両者の大きさ、並走が始まりました。両足の太ももを痙攣しながら激走。背中を押してくれたのは運営管理者の酒井監督だった。走りはできた。その頃、弟のハズマ苦しんだ。ピッチが上がらない。2位の東洋大学ですが、その差がどのくらいでしょうか。あ、49秒暑、ね、さを考慮して抑えに入った。すると青山学院との差はあっという間に広がっている。そうです。そして走りのリズムにも狂いが。あれ、なんか体が重いなっていうふうには思ってたんですけど、まあ、なかなか、秋山選手に追いつかなくて、まあ、そこで精神的にもやられたり、まあ、汗がすごく出たり、まあ、少し脱水気味だったのかもしれませんし。走り終えるとすぐに弟の後を追った兄優馬、同行させてもらった。青山とは15秒差。モニターに映し出された弟はまるで別人の走り。言葉が出ない。頭からもうシャワーをかぶったかのような汗のかき方です。服部弾馬です。先ほど青山学院の秋山が15キロの通過が43分8秒という情報がありましたが、この服部は44分0秒、ですから50秒以上現在は離されているということになります。箱大会ですよ。怒られるだろうなっていうふうには思ってましたし、まあ、怒られて当然かなっていうふうに思ってました。いつも一緒だった。兄の背中を追ってずっと走ってきた。悔しさも分かち合った。これが兄との最後のレースだった。普通の陸上選手を外した兄弟としてみたら、お兄さんってのはどういう人ですか。優しいんですけど、時には怒ってくれたり、まあ一番はどこか抜けてる、まあ普通の兄かなって。
そういうのおっちょこちょいみたいな。おっちょこちょいですね。今回もギリギリでスピードシューズ、ランニングマラソンシューズを忘れて。弟が明かす兄のハプニング、レースで使うシューズを忘れたという。